白くて丸くて女性がもらうと喜ぶものといえば真珠ということで、私たちは今牛久市宍子町の淡水真珠の会社にやってきました。入ってこの左手にはショーケースなどもありまして、たくさんの淡水真珠のアクセサリー、ブローチ、ブレスレットなど、ピアスなども飾ってありまして、もう100以上商品はあるんじゃないでしょうか。女性ならば見ていると思わずうわーっと声が出てしまいそうな、そんな店内になっています。今日はこちらのこの淡水真珠のお話伺っていきます。お話はこの方に伺います。自己紹介お願いします。はい、名工パールの社長、北尾昭一と申します。はい、北尾さんよろしくお願いします。はい、まずこちらね、入ってきてこのショーケース見ていて、淡水真珠と書いてあるんですけども、はい、淡水真珠ということはやはり霞ヶ浦で養殖をされるんでしょうか。そうです、霞ヶ浦に住んでいる貝を使いまして養殖しております。はい、あ、そうなんですか。この天然の真珠っていうのはこの天然の形になっているということなんですが、今実際に商品目の前にしているんですけども、こうピンク色のものだったり、そうですね、ちょっと黒っぽいものなんかもありますけども、こういったこう色の違いっていうのはどうやったら出てくるんでしょうか。これはね、貝が作ってくれるもんで、はい、人間が例えばピンク色が欲しいの、白系統が欲しいのと思っても、はいはい、これはできるもんじゃございません。はい、貝がどの色を出してくるかは、はい、生まれてくるまでは全然我々は、はい、見ることができません。はい、取り出して初めて、はい、あ、いい色出てるなとか、なるほど、はい、あ、これはちょっといけないなとか、そういうことは言えても、はい、その大きくしてる最中には全然貝任せです。なるほど、そういうことだったんですね。まあ、色も天然ということなんですが、まあ、その真珠の良さを知っていただくためにこちらではアクセサリーのこの製作体験などもやっているということなんですが、担当の方に来ていただいてますので、どういった体験できるんでしょうか。はい、ブレスレット、携帯のストラップ、はい、ネックレス等ができます。あ、はい、そうですか。それはどなたでもこう簡単にできるようなものなんでしょうか。はい、で簡単にできますので、はい、どういうこう過程を得てやっていくんですかね。一応キットが置いてありますので、はい、ご来店のお客様にそれを選んでいただいて、はい、それからします。あ、じゃあ実際にこのね、天然の真珠を使ってネックレスなどもこうできるというわけですよね。はい、そうです。女性には嬉しいですね。そうですね、出来上がった時の喜びはね、すごいですよ。です、ね、完成上がりまして、はいはい、やっぱり北尾さんもね、長くこう淡水真珠に関わってらっしゃいますが、真珠の魅力っていうのはどういったところにありますか。真珠はですね、日本の宝石です。うん、この宝石が私たちの手でまた霞ヶ浦で作られるということは大変ね、うん、茨城県がすごい大きな役割を果たしております。それを我々はいつもね、毎日胸に抱いて、はい、そしていい真珠を作ってくれるように、はい、貝にいつもいいのを作って頂戴ね、はい、って言うてるような状態です。そうですね、うん、じゃあこう貝と会話をしながらね、そう、やはりね、養殖している貝を見ればやっぱり可愛いです、はい、どんな大きくしてくれたかなと感じますね。はい、北尾さん、お話ありがとうございました。いや、いえいえ、なんともね、もうまずいあれやったと思いますが、はい、この時間牛久市宍子町より淡水真珠についてお話をお伺いしました。